よろしくお願いします。中島さん、あ、2人いる。そうなんですよ。ちょっと僕今回助っ人で、はい、仲良しの芸人さんでもあり、うん、霊能力者でもある。霊能力者ちょっとね、あの芸人であり霊能力者でもあるシークさやともさんっていう、います。よろしくお願いします。さやともさん、直樹マンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。座っていい？あ、先生、すいません、座りましょう、座りましょう、うん、はい。都市伝説で有名な YouTuber って言って、僕はテレビで紹介されてんのを見たこと。え、うん、何の番組ですか？あ、わかんない。もうかなり前だと思う。本当ですか？あやともさんはどういうチャンネル、そのやっぱりスピリチュアル系のチャンネルやってるんですか？そうですね、霊、こんな幽霊見たよとか、まあ霊能力的にこんな未来が来るかもねとか、そういうのを都市伝説交えながら喋ってます。へ、ちょっとそういう神通力みたいなあるの？まあ若干ですけど、はい、ちょっと今日はね、人の生きるみたいな。あ、そうなんだ。その辺もね、うん、ちょっと膨らまして、うん、皆さんに、二方にね、この都市伝説、うん、ミステリー、うん、スピリチュアルの世界をね。お化けとかは嫌だから、はい、安心してください。今日はなるべく二人に興味が湧くように、私生活にも絡めて、ちょっといくつか紹介する。まあ、スピリチュアルっていうか、そのなんだろう、心霊とかそういうのは、僕もともとほら、本校をやってる。そうですよ。そうなんですよ。そうだよ。なんかないですか？まあ、撮影中に、まあ、電気が落ちたりとか。本校なんですか？本校で、もう何年やってんだっけ？だって本校今年に1回だけど、でももうやっぱり20年近くやってるので、まあまあでもありますよ、そういう現場で何か起きるとか。自分自身はあまりないけど、心霊体験っていうのは。じゃあ今日楽しかったら、あのどっかで呼んでください本当に本当にどっかで霊能力者でしょ。だから多分全霊能力者の中で一番ふざけてると思いますけど、でも一応ちゃんと見えるもん。除霊とかできるんですか？ごめんなさい、あの僕人についてますついてますって言って除霊できないんで、そのまま帰ります、うん、え、じゃあ行っちゃいますよ早速。今日のじゃあコラボはどうやってやる？今日は、まあ僕たちがその都市伝説のこういった世界だよっていうのを披露して、うん、お二方に、まあ、多分リンクすることはあると思うんですよ生活で。なのでちょっと調べさせてもらったら、今はどうか分かんないですけど、まああのアートがね、お好きで。もう始まってんの？ちょっと始まってます、もちろん。ちょ、今日本当深いとこまでちょっと。なるほどね。稲垣さんは、うん、ワインがお好き。はいはいはい。ちょっと今日ね、そっちのあのまあワインではないんですけど、うん、飲み物であったりそういったものに実験で活かせるものが良い。変な音してない？あれ止まったよ今ねえ、音声さん今したよね。普段ありますこれ。したよね今ね。俺は音声さんと俺だけだったね今だってヘッドホン外してたよこうやって。何の音？この人、僕本コアを20年やってるのに一回も見たことないってことが。たまたま放送の日つけたらついてて、うわっとんって帰る。帰っちゃうんですね。多分怖いのとかダメだと思う。まだちょっと2人のその殻を割るって意味で、うん、早友さんがもうすでにね、いろいろ見えてますか？どうですか？そうですね、 お二人にどんな生き量がついてるかっていうのを何やってんの？香取さんのどんな生き量ついてるかっていうのと、うん、まあ、生き量プラス僕が人についてる生き量とか、うん、死んでる人っていうのを絵に描いて見せるっていうのをたまにやらせてもらってるんですけれども、香取さんにはですね、幅広い年齢層の生き量と死んだ人が一人取り付いてます。ふざけんなよそれ、いいね、いいよいいよいいよ。これ色の説明で、ね、色の説明、まあ黄色はファンだと思ってもらえればいいんですけど、うん、応援してる人ですね。なんかね、包まれてるもんね。はい、アイドルの方とかではかなり珍しい、年齢層も性別もものすごいぐっちゃぐちゃに応援してる人がたくさんついてるんで。まあもう国民的アイドル、慎吾ちゃんですから、ね、そうですね。これはもう本当に多分マスコット的な意味でついてます。ミッキーマウスぐらいの感じですね。なんでかなりすごいことだと思います、うん。何も入ってこない。いいこと。いいこと。すごく応援してる。そうです。守ってもらってる、そう、守護霊も含めて、守護霊ね。そう、含めて、やっぱり守ってもらって、いろんな力によって。そう、いいこと。まだ怖がんなくていいよ。はい。なんで、これは応援してるんで、いい意味だと思ってください。うん。で、本人もまあどんな人かっていうところが、まあ、魂とか生き量みたいなものを見た時に、僕の意見ですよ、うん、まあ、愛情深い人だなっていうので、それで人が寄ってくるっていう傾向が強いんだろうなっていうふうに思ったんですね、うん、なんで総合的にはめちゃめちゃいいです。ただ、40代の女性が首に巻きついてるっていうだけで。ピンポイントに怖っ。40代って分かるんですか？40代ぐらいの女性があれは言われてみるとね、心当たりなんですか？この辺でしょ、こう巻きついてんね。そうそう。じゃあなんで巻きついてんの？そもそもね。これはですね、大ファンです。おお。ちょっと嬉しい。よかった。それがその後ろの黒い人？それが後ろの死人って書いてあるやつですね。死人って。
些細な音ですよね。これはカメラです。カメラです。安心してください。はい、嘘、本番中だよそんな音出すの。まあでも今もやっぱりこういう話してると、その例の方も今ここで聞いてくれてるから。うん、そうね。うん、どうなんですか、認識することによって本人が。なんか変わったりするんですか、うん、あの、離れなくなります。うおそっか。そういて、分かってる。分かってもらって。私がいるっていうの分かってるんだ。しかも嬉しいって言っちゃったじゃん、なんか。ちょっと嬉しい。あ。どういう仕事ですか稲垣さんもですね、はい、まあ全体的にはめちゃめちゃいいんですよ本当に、うん、多分視聴者の人が思ってるよりちょっと違う印象なのかなと思うところは、まず死んだ人ついてないです、はい、でバーッと見た感じは多分想像よりすごい男らしい人、うん、男っぽい感じの男臭い感じの方が真ん中からバーッと出てるんですよね、うん、ただその周りについてるのがファンの人なんですよ、おやっぱりね守られてるね、はい、すごいファンの人なんですけど、うん、稲垣さんのファンはめっちゃ稲垣さんのファンなんですけど、うん、今はもうなんで稲垣さんのことが好きなのか分からずに応援してる人が多いですね。分かる分かる分かるじゃないそれ何か好きになる理由しかないでしょ、だってこういう仕事やってんだ。いやでもなんかその迷ってんのファンの人が。そうですね、実は寄り添ってはいるんですけど、うん、私はそもそもなんで稲垣さんを好きになったんだろうっていうのをみんな忘れてる状態で応援してますね、ほとんどの人がもう 40-50歳以上なんで、うん、幼馴染ぐらいの感覚でついてるかもしれない。家族みたいな。そうですね、ファミリーに近い。それ嬉しいよね。はい、うん、なんで まあ、あとは何も悪いことないんで。ただそのネガティブな要素をちゃんと弾く力も持ってるってことだよね。いや絶対お持ちってことですよ。じゃなかったらだってさ、なんか何万人もいるような会場とかだったら、うん、別に悪気がなくてもそういうの飛んでくるよ、うん、その相手に何か危害を加えるつもりはなくてもね、それをパワーに変えてるのがアイドルだよね。そうですね、本当に目の前で言われてキュンときちゃったもん、ね、そうか、じゃあ僕はそんな感じで。悪くないです、稲垣さん。しかもその悪いのを払う力もあるんで。あ、強いんだ。つきづらい。やってんだよこの、まあ、やってるやってる。五臓ロップみたいな。五臓ロップみたいな。はい、なんかさっきの五次切りね。岩子出島、岩子出島、本熊五次切り、怪盗ホーム、ジャッキ大三角、カーッつって、カーッ、はい五郎さん、何本コアとか入ってるから番組が作ったセリフでしょ。なんかもうそうそうだよ、もともとそれを20年やってんの。でもそれがだって本当のさ、何本当のになってんのそれだって。でも実際僕除霊とかよくしてもらってる。鈴木治とかが書いたんだろ言葉なんじゃないので実際除霊とかも定期的にやっぱりそういう先生とかにしてもらったりとか、お寺に行ったりとか僕はするので、うん、誰かしら。でもこれ影響力すごくて、皆さんそうだと思うんですけど、家で怪奇現象とかなんかあったら、うん、もう岩子出島岩子出島行っちゃいますよね、うん、やっぱ行っちゃうでしょ。行っちゃいます行っちゃいます。ゴジギリって出ちゃいますよ。岩子出島、岩子出島って何だか分かる？の島でしょ、どっか。違う、逆から読むとマジで怖い岩子出島そうだそうそうだ、マジで怖いマジで怖い、本当はゴジギリカーッ。やべえ、どんどん意味がないよ。ほらほらほら、鈴木おさむだよでも本当にまじないの言葉ってもともとは全部造語なんで、まあ、そんなもん。それが歴史を経て力を持つようになっていってるんで、20年やってる分どんどん力がついてきてる。なるほど、そうです。だから歴史の分多分マジでお払い効果はあると思います、まあ、一切その女性は取れてないですけど何なのこの人僕はまあこんな感じで。なるほど、まあ、ちょいちょいアシストをね、はい、いただきながら、まあ、都市伝説、うん、陰謀論、うん、まあ、今日はちょっとスピリチュアル寄りな、うん、皆さんの生活に関わってくるような話なんですけど、最初ちょっと難しく聞こえるかもしれないですけど、まあ、物理学的に見てもう全てのものって振動してるって聞いたことあります、うん、ああ振動ね、震えるね、振動。そうです、うん、なのでもうこの物質も、まあ、物質ではあるけど原子であり電子であり、そういった素粒子、一番小さい単位の素粒子までになると全て振動してるんですよ、うん、この世界何もないってよく言われるんですね、うん、何もない、ただ振動しているだけ、何かが、素粒子が、うん、でそういったものが振動して、この世の中は全て振動と共振共鳴で説明がつくっていうんですよ。なるほど、共鳴。そうなんですよ。でこれね、まあ最初聞いたらちょっと難しいかもしれないですけど、まあ分かりやすいもので言うと、よく波長が合うとか言うじゃないですか。おね、新しく知り合った人でも波長が合う、うん、でもっと分かりやすいもので言うと、これがすごい面白いですけど、2011年に韓国の高層ビルで、うん、その高層ビルだけで大地震が起きたんです。これ何だと思いますか、うん、震えがマックスになったというか、振動みたいな。で何が原因、波長がすげえ合う人たちが、あそこに、まあ、でもそこ逆か、合わない人、合わない人とかね、はい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 。これは面白くて、うん、全てのものには
固有の振動数っていうのがあるんですよ、うん、これが振動数なんですよ彼らの。まあ分かりやすいように言うと、あのワインガラス、オペラ歌手がワインガラスを割るときカーンと音鳴らすじゃないですか、うん、あれが、ワインガラスの振動数で、オペラ歌手はその振動数に合わせるんですよ声を。でさらに強い倍音ってちょっと難しいんですけど、倍音さらに強い ×3×5 ぐらいでやって割るんですね、うん、なのでその高層ビル、その高層ビルの12階で20人がエアロビの運動をしてたんですよ、うん、ステップを踏んで、うん、なのでこれまあ仮説で一番有力な説なんですけど、まだ分かってないですよ原因が。おそらくこのビルの 2.7Hz っていう振動数、固有の振動数にその20人のエアロビのダンスがちょうど共振共鳴しちゃったんですよ。でわずかな小さな力でも共振共鳴すると大きな力になるんですね、うん、まあ分かりやすいとそういった。で、もうこれもすごくて、吊り橋があるじゃないですか、うん、兵隊さんが吊り橋を渡るときは逆にみんな歩幅をずらすんですよ。ずらしたが揺れないの？そうなんですよ。なぜかというと、これ1850年フランスで500人の兵隊さんが歩いてたら、みんな歩幅が合いすぎてその橋と共鳴しすぎて崩壊しちゃったんですよ、うん、でみんな下に落ちちゃったっていう事件があって、うん、はみたいな感じで、これが面白いのが全てこれで説明つくっていうんですよ、うん、これはまあ物理的に見えるものじゃないですか、うん、これ皆さんの意識、感情も全て振動数があるって言うんですよ、うん、ネガティブなことを考えたらそれなりの周波数を出してると、うん、なのでまあこれちょっとスピリチュアルですけど、皆さん自分が見えてるもの、欲してるものしか、自分の中にあるものしか共鳴共振できてなくて見えてないって言うんですよ、うん、よく引き寄せの法則って言ったりするんですけど、うん、でこれが本当に面白くて、ハイパーソニーエフェクトって聞いたことあります？いや、ないないない、聞いたことないですよね。人間って20から2万ヘルツの音を聞こえるんですね、うん、それ以上の音はもう聞こえなくなるんですよ、うん、聞こえないにもかかわらず僕たち影響を受けるんですよ、うん、でこの実験を、ある実験を行って20万ヘルツ以上の音を聞かせたんですよ、うん、そしたら脳波がリラックスする脳波に変わったんですね、うん、なので、あ、人間聞こえてないのに、あ、やっぱ音波かなんかで聞こえてんだってなって、ただこれがイヤフォンでそれを聞かしたんですよ、うん、そしたら脳波反応しなかったんですよ、うん、え、今度はスピーカーで聞かしたんですよ、うん、そしたら反応したんですよ脳波、うん、なので鼓膜以外の何かで人間はやっぱ感じてて、あ、体で共振共鳴してるっていう話があって、うん、でちょっと難しい話になっちゃうのすみませんですけど、うん、シューマン共振って聞いたことあります？うん、いやいやいや、これ実は地球も独自の音を出してるんですよ、うん、地球も実は、3つの海があるって言われてて、うん、まあ、マントルの、 あの地球内部ですね、うん、マントルの海で僕たちの知ってる海で、その3つ目の海がその電離層っていうのがあるんですよ、うん、電離層っていうのは簡単に言うと、酸素窒素が太陽光を浴びたら電離が分裂して、うん、電離層っていう海ができるんですね、うん、でその海、電離層の海と地表を行き来している電磁波がずっとあるんですよ、うん、このように、うん、これ 7.83Hz って言うんですけど、うん、ずーっとこう行き来してるんですよ。これ僕たちが生まれてから死ぬまでずーっと聞いてるんですよ。ああ、そうなんだ。この音を、うん、全員古代太古から今までもずーっと聞いてる音なんですよ。聞き続けてるんですね、うん、聞き続けてる。で、っていうことは電磁波がずーっと流れてるんですよ、うん、っていうことは昔から今まで全ての情報がここに入ってるってよく言うんですよ。情報と情報がインターネットで情報を飛ばすじゃないですか、うん、みたいな感じで太古から今までの情報が全部電磁波でここでぐるぐる流れてて、ここに保管されてるって言うんですよ、うんうん、僕ら Wi-Fi とか目に見えないけど絶対存在してるじゃないですか、うんうん、それがもともと地球にあったみたいな、うん、なるほどね。なのでラジオのチューニング合わせるじゃないですか、うん、周波数、そこに周波数を合わせて初めて聞くことができる、うんうん、でもしかして僕たちここに無意識にアクセスしてるかもしれないっていう話があって、これをちょっとアートとつなげたかったんですけど、アイディアの 3B って知ってます？わかんない。 3B もう現代人はないんですよ、うん、なぜかというと、電子機器、スマホやらいろんなものが登場して忙しい世の中になったじゃないですか。ただもともと 3B、 バス、うん、お風呂、ベッド、バスルーム、トイレ、うん、その3つ共通してることって何かあると思います？お風呂、ベッド、トイレ。トイレ、一人でいる。ああ、まあそこも当てはまる、まあ、リラックス、あ、だよね。してますよね。一番緊張はしないよね。してないですよね。この時にひらめきが一番降りてくるって言うんですよ。人間ぼーっとしてる時、現代人はぼーっとする時間がないじゃないですか、うん、忙しく。なのでひらめきがどんどんなくなっていってる、うん、でそれこそトイレして用を足してて何もしてない時間でも、今はみんなスマホとか見ちゃってて、うん、おかしくなってる。ここを冷静ぼーっとする時間に自分のこの脳波がこの 7.83 地球の
共振突き言うと共振共鳴してるって言うんですよ、うん、なのでそこでいろんな情報を無意識に下ろして受け取ってるっていう太古からの情報を太古からのっていうのもこれ本当に脳波を研究 してる人が、うん、いろんなスペシャリスト世界一の記憶力の所持者であり、うん、アスリートであり将棋のプロでいろんな方を脳波をチェックしたんですよその時の、うん、したら意外とみんな緊張状態ではなくめちゃくちゃリラックスしてるんですよ、うん、なので、ね、その香取さんもなんか書くってなると、うん、どういったインスピレーションでそれを下ろしてるのかなっていうのがちょっと気になって降りてきます何書かなきゃみたいなのって手が勝手に書くのを頭で、はい、それ何なの丸目人の目になるの違う花びら花か花書いてんのどうすんのそれ会話してるんですか会話するのなんかちょっと読ませていただいたインタビューなんか色と会話してるっていうのを書いて、うん、書くものもそうだし色も取ったら何この色この絵塗るのとかはあ。それが楽しいからずっと書いてるなんか感覚で言うとこっから別なんて、書く人昔からですか昔からそれは降りてこない時もあるんですか書かなきゃいけないってなった時でもどうにも右手が動き始めないみたいな時も、うん、ああ、だから最近はまあ嬉しい悲鳴でその雑誌の表紙とか、はい、仕事のものは全然違うやり方だから違うんですね仕事のはやっぱりその後のテーマそうですよね決まったそうか枠組みの中でそれこそ戦争なんです今回特集がって言ったらそういう絵を描くこう考えてるけどなかなか進まない、うん、時には合間でここの床の段ボールとかに自由にこう描くへこれも撮っとくよねこれはもう自分の作品としていつもの好きな面白いっすねすごい、うん、すごいなすごいスピリチュアルなじゃあそのインスピレーションもしかするとこのもしかして何かと共振共鳴しててなるほどねうんじゃあ限りなくリラックスした状態であるあどうなんですかおそらくリラックスしてるリラックスしてるしてますよねあの本当に面白くてもう何百件何千件のノウハウを調べた方が、まあ、このようにこれ今ね画面出しますけど、うん、大体自分の緊張状態だと、まあ、だここら辺がパフォーマンスだと思われたんですよ、うん、ちゃんとしてる緊張状態である、うん、ただ意外にもこのミッドアルファっていってね、うん、あのリラックスしてる状態が一番パフォーマンスがすごいってことが分かったんですよなるほどねきっとスポーツとか何でも確かに漫画家さんとかもねどうやって描いてんすか考えてんすかって言ったら降りてくるっていう人もいますし、うん、います谷村新司さんとかもスバルはなんか降りてきて突然描いたって言ってましたもんね言ってました、ね、今いますよねそういう伝説あるよね、はい、一晩でとかねありますよねで、まあ、ちょっと話をずらして、うん、振動数これ本当に面白くて、うんまあ、要は意識とか感情にもあるって言ったじゃないですかなのである作曲さんがいて肝臓の悪い作曲さん、うん、その作曲さんが肝臓が悪い時に作った曲は肝臓に効く曲なんですよ、うん、んなんでなぜかというと、うん、人間って無意識に自分が欲してることをするんですね、うん、喉渇いたら何か飲みたいじゃないですか眠くなったら寝るじゃないですか、うん、意識はしてないけど聴きたい音楽も自分の体が欲してる曲なんですよ、うん、自分の体が喜ぶ曲なんですよ、うん、なので、うんその方々が今欲してるものっていうのは自分の癒しであり、うん、ここが治る治療される音じゃないですか、うん、なので彼らがその時に作る曲っていうのは自然と自分の体肝臓に効く曲になるんですよ、うん、面白いことにその方が作った曲のコンサートには肝臓が悪い人ばっかが集まるとかそういった現象が起こるらしいですよでこれ言われてるのが、モーツァルト、うん、脳にいいとか体に効くっていうじゃないですか、うん、モーツァルトは生涯全身ボロボロだったんですよ、うんなのでもしかして本当に目に見えない力かもしれないですけど無意識に自分が聞いてたり撮ってるものっていうのはその奥にもっと深い意味があるのかもしれないなるほどねどうなんでしょうもしかすると香取さん その絵描いてる時もその女性がささやきおかみのように何か言ってるかもしれないですもしかしたらああここでもしかするとあなたうるさいなんかたまにはこういうの入れないとちょっと重いからちょっと忘れてたのに今あれ右手借りてんのって話ですもしかしたら右手左側から右手を操作してるのかもしれないこうやってでこれでちょっとねこの続きになるんですけど、うんまあ、振動って話したじゃないですか、うん、ソリューション元をたどると全部振動してるんですよ、うん、でこれもう一個のネタがこの世の中は左回転が優位って知ってました左回転、まあ、時計回りってこと逆ですねあ逆かこっちかそうなんですよ反時計回りかこれなんかこれ生活で実はいろんなところに適用されてて例えば、うんまあ、陸上が分かりやすいものって左回りじゃないですかそっかそっかトラックねそうなんですよトラック、うん、
あれいろんな説があって昔までは右も回転があったんですよ。ただこれ左回転にしたら成績がみんなやっぱ違ったらしくて上がってくんだ。でいろんな説があるんですよ。心臓が左側にあるからとか、あ臓器が右側にいっぱいあるんですよ人間って。なのでバランスを取るために左に重心を寄せるとか、あと右利きの足の人が多いから、左足を軸にして右で蹴るっていうか走る。いろんな説はあるんですけど、でもこれ左回転いろんなところにあって、スーパーコンビニ、入ってから左に回せようとしたら売り上げが 10% から 20% アップするって言うんですよ。入ってから左に回るようにどうですか近くのスーパ ー, へー僕の確かに左かも。そうですか。これ本当なんですよ。まずレジがあって奥に飲み物が行くと左回っていくよね、うん、そうなんですよ。左回きの法則を本当にいろんなところに使ってて、で、まあ、それもいろいろ説があるんですよ。左右利きの人が多いから左に陳列しちゃって取りやすい、まああるんです、まあ、物理的なこともある、あと、まあ、螺旋階段、ビルの非常階段、これ逆に下から言うと右巻きなんですよ。こう、ね、確かに、あ、やっぱそうですか。じゃない螺旋階段。あ、本当ですか。いや、逆もあるかもしれないけど、でもこれなぜかというと、螺旋階段は緊急時じゃないですか。降りるために作られてるんですよ。だからその時に左回りになる。そうなんですよ。回りやすいになってるんですよ、上から。そうなんですよ。で、これ本当に面白いのが人間の脳とも関係してて、まあ、一般的にこの左脳、右脳ってあるって言うじゃないですか、左脳、左の脳が言語であったり分析であったり理論的な会話であったり、右側の脳が空間把握能力、直感力、人間の体っていうのはこの脳がこの反対側にできてるんですね。左目、左の体が右の脳、右の体、右の脳が左の体なんですよ、なのでこの空間把握能力、直感力が優れてる方は左側なんですね、僕の、なのでこの左側に見えるものの方が僕たちは恐怖心がないんですよ。逆に右側、言語であり論理的な思考の方が恐怖感を抱くんですよ、なのでお化け屋敷って右側に作られてるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。富士急の戦慄迷宮とかで、先ほど時計っていうのが出ましたけど、そう、時計って右回りじゃないですか、あれって時計が作られてからって人間って時間に追われるようになってるんですよ。であれって恐怖心を煽るために右回りになってるんです。逆に本来は山の中で時計がない生活をしてたらそんなに僕らって逼迫しないんですよ、心が、だけど時計があるから日々日々恐怖に煽られる生活に変わったんです。だから奴隷化するシステムが右回りの時計です。車も基本的には左側が安心するから左側が追い越してもいいよっていう車線ですよね、で右が追い越し車線になってるのは右側からガンガン車が来るからこっちに恐怖を感じるようにしとかなきゃいけないんで、車の運転する位置とこっちの車線の位置、どっちがどういう役割するかっていうのもこの左回り右回りの関係性に由来してるのではないかと無意識に多分やってますね。無意識にそう作ってるってこと。おそらく、歩道とかそれを全部分かってそうしようとしてるんじゃないの。で、これが繋がってくるんですよ、もう本当に大きいテーマに繋がってくるんですよ、これさっき言った素粒子、あるじゃないですか、全部回転、振動してるって言ったじゃないですか、これね、本当に今でも謎なんですけど、地球上の生物の全ての生物の体のタンパク質を作るアミノ酸ってあるじゃないですか、アミノ酸って L 体といって左巻き、D 体って言って右巻きのタッタターのアミノ酸があるんですね。これ全生物なぜか左巻きのアミノ酸しか体にないんですよ。え、じゃあ右巻きってないんじゃないの、そもそもと思うかもしれないですけど、僕たちが研究室で実験で作ったら両方ちゃんと出てくるんですよ、なのに僕たちの生命には左巻きしかないんですよ、不思議じゃないですか。だからランダムに作ると平等に生まれてくるアミノ酸なんです、右回りも左回り。だから普通にアミノ酸体の中にご飯として食べたり取ってて、どっちも体の中にあっていいのに、なぜか人体をパカッと開けてみると左回りしか存在しなくなってる。だから体が左の方がリラックスするようにもともと作られてる、作られてるんですよ。でこれ、まあ元をたどると人類の起源まで遡って、一個言われてるパンスペルミア説っていうのがあって、これは隕石から、僕たち宇宙から飛来して隕石に何か生物がついてて地球に降り立って生命はそこから発展したんじゃないか、言われてる説があって、でなぜこれパンスペルミア説が有力なのかというと、宇宙で隕石飛んでたらいろんな宇宙船ってあるじゃないですか、この隕石浴びるんですよ。浴びたら左巻きのアミノ酸しか残らないような環境が出来上がるんですよ。いろんな宇宙船を感じてたら、このアミノ酸は左しか残らない環境が宇宙にはできるんですね、なので僕たちは、あ、やっぱじゃあ宇宙からそうやって飛んできて降り立ったんじゃないかって言われてて、なのでもうこの地球は全部もう左が優位に作られちゃってるっていう。そこからなんだ。そう、まあ分かんないんですけどね、いろんなこじつけかもしれないですけど、でそれで言うとネジを強めたかったらどっちに回します？
左右です全員で間違えた。ネジを強めたかったら右です、ね、右だっけ。緩めるとき左、緩めるとき左です。締めるときは右で、ね、緩めるが左だから、ね、リラックスするんですよ、ね、強めるときは右なんですよ人間って。それって分かってそうやって作ったのかな。左利き右利きじゃないのってとも思うかもしれないですけど、全世界合わせたわけでもなくそうなってるんですよ実は。国関係なしに。でこれ本当に面白いのが味の素作るじゃないですか。あれアミノ酸すべて左なんですよ。左のアミノ酸の方が僕たちは美味しい甘いって感じるんです。右は苦いんです。この法則を生かしてコーヒーがあって、左に回したら甘くっていうかまろやかっていうか薄くなる、逆に右に回したら強く濃く苦くなるっていう実験があって、これある3万人のテストで行ったら 80% の確率で、これブラインドテストって言って僕たちがじゃあこっちで回して、どっちどうでしたって2つのテストをやったら、え本当やっていうのがあって、でちょっと聞きたかったのが、ワインでしょ、そう回すじゃないですか、まあ回すっていうか、そうどっちに回します。僕は良くないんだけど右に回しちゃう。いいと思います。あの濃い濃かったり逆に右の方がそういう、そう本当は人にかかんないように左に回せとか。あそうなんです、ね、人にかかんないように。あなんかこっちだともし外れた時に自分にかかりやすいとか、あこうだからこうやってるとでっちゃうから、こうやって自分にかかる。そう左回りだとその方がまだいいから、いいからで人に気を使ってエチケットとして回転しようっていうのがある。でも僕は右でつい回してしまう癖がある。左は回せないんですか。うまく回せない、うん、ちなみにご飯で言うと薄味か濃い味かどっちが好きって言われたらどっちですか。まあでもどっちかというと濃い方が好きかな。なのでもしかして、うん、あの僕これいろんな方に聞いたら、うん、濃い味コーヒー濃いの苦いの好きだっていう人は右に自然とやったりするんですよ無意識に。まあでもコーヒーは苦い方がいいかな。あじゃあちょっとやってみますか。テストしてみましょう。いいですかね。ワインもなんか苦くっていうかより渋みがっていうことなんでしょ。渋みってことでは右がいいのか、深さが出るってことですよ。それは何かあのティースプーンとかでこうやってやるの。あ全然マドラーで全然いきます。本当はこれまあもっとちょっと難しいので言わないんですけど、うん、7回っていう数字がいいらしくて、これ3と7っていう法則が実があって、まあ、効果が一番出るのがおそらく7回なので、どうしよう。じゃあちょっとブラインドテストでやってみます。見ずにやってみましょうか1回。面白い。じゃあどっちが右回りでどっちが左回りでしょうっていうのをちょっと見ずに飲んでもらう、うん、最初どうしよう。これが難しくて、あのもっと深い話で言うと飲むじゃないですか今、うん、飲んだばっかは濃いんですよ。2回目飲むと、うん、慣れるのでちょっと緩くなるんですよ。なるほど、ね、飲まない状態でやりますか。そうですね、うん、まずはいこっちで一応7回。何この人たちねえ引き込まれる嬉しい。はい、できました。もう大丈夫ですよ。はい、開けていいの。はい大丈夫です、はい、まあ、これはねあの比べるものがないと思うので、うん、一旦普通に飲んでもらって大丈夫です。まあ、甘いか苦いかで言ったらどっちですかね。まあコーヒーだから苦いけどさほど。え甘いか苦いか。はい、まあまあ、甘い。おお、甘い、はい、じゃあちょっと入れ替えて。はい大丈夫です。はい大丈夫です。で飲む。はい、どうですか。あ逆に苦くなった気がしたんだ。おお硬く苦くなったかね。待って略あれごめんね。逆です全然正直の答えが欲しいです。甘いとか苦いとか感覚、特にコーヒー難しいじゃん。コーヒーって甘いし苦いじゃん。確かに、はい、あ水とかの方が良かった、ね、でも本当に硬く苦くなった感じ。本当に苦くなった。うん同じなの。同じっす。全く同じっす。同じことをした。同じことをしました。同じことしました。全く同じ。最初の方が濃くなった感じがした。うん。最初薄かったの正直。柔らかかった。僕たち逆に回してましたっけ。逆だったかもしれないですね。あとであの映像差し替えとくんで、あれ編集できるよ。いや鏡反転反転反転しましょう。ウケる。いやまあでも正直の意見が欲しいので。はい。まあまあでも、やっぱ2回飲んで変わりました味は、うん、変わった感じしたよ。はっきりでも2回飲むからっていうのも正直大きいかもね。口に残ってコーヒーはね、まあ、何回か飲んでるうちに やるのもいいかもしれないです。本気でやってもいいかもね。飲まないで口含ませるだけとかさ、バリスタさんとかみたいにとか、うん、あと水でやるとか。これでも棒でそれ回しただけなんでしょ。直しただけです。回しただけです。
それで変わる。変わるって言われてて。水でもコーヒーでもまあ、そう、何でも。はい、なので、これ本当覚えておいてほしいのが、さっき、宇野佐野の話あったじゃないですか。誰かのその人の左側に座った方が、相手に安心感を与えることができるんですよ。右側が怖いので、人間は。それこそ営業マンとかが知ってる人はみんなちゃんとやってるらしいです。左側にちゃんと位置するっていう。狙ってる女の子とかいたら絶対左側に自分が座った方が安心感を持ってもらえるってことです。じゃあ車もさ、じゃあ左ハンドルの方が安心してくれるのかな、助手席の人は。安心するのそうですね。そうですね。そうですね。ドライブ誘ったりとか。逆に言うとずっとドライバーは緊張感持って運転するかもしれないですけど、右に人がいる状態だと。だからもしかしたら右ハンドルなのかもしれないですね。特にね、多いのかもしれない。これもいろんなところに活用することができるかもしれないので、もし覚えてたらね。こっちがいいんじゃない、僕は。右側ですか。本当ですか。あ、でも右側で書いて。確かに右手で。よくほら、番組とかでオープニング撮りますって言った時に、左にいたいんだと思う。あ、自分が。確か。はあ、僕も左いたい。あ、そう。今までこういろんな番組で2人の司会とか、はい、左にいたい。え、お3人で活動して並ぶときは、あ、3人は別にどこでも。どこでもいいですか。あえて気にしなくしてる。立ち位置ないんですか。ない。へえ。じゃあ全員に緊張感持って全員にリラックスしてみたいな。ザキヤマとかもなんかそんな感じだよね。スマステどうだった。逆、結構気にしてるけど、今わかんないけど結構気にする。気にしてます。嫌だったりする。じゃあ右に置きたいんですね。なんか右だったりとかどっちなのかな。でもなんかね、言われてみればね、その普段の生活でももう左目のこっちの方はもう安心する、ここ。お、じゃあ今日割と安心してもらえて。そう。状態で。で、こっちに関してはちょっとピリピリしてる。あ、本当ですか。うん。じゃあもうこれはもう脳の作り上そうなんですよ、人間は。なるほどね。無意識にやっちゃうんだね。無意識に。そうですね。だから多分コンビニとかの左巻きっていうのも、そこまでは知らないと思うんですよ。コンビニの店長さんはわざわざ。だけど、そっちなんか売り上げが上がるっていうのか、数字から見て出したのが、もっと無意識なところからやってたってことですね。っていうね。周波数、なんかこう、普段から合わせてた方がいい。その何ヘルツ。まあ、類をトーンを呼ぶとか言うじゃないですか。それから引き寄せの法則とかいいんですけど、まあ、面白いことに、音楽のコンサート行ったら、大体似た者同士のお客さんが集まるじゃないですか。いろんなところでも。なので、ある意味、まあ、それは類を友を呼ぶではそうなんですけど、深いところまで行くと、共振共鳴してるのが似た者同士なんですよ。なるほど。これ全てに使えて、波長が合うとか合わないとかあるもんね。なので分かりやすいと、ブランコってあるじゃないですか、うん、これブランコってこうやってあって、このブランコに共振共鳴しようとしたら、ここの段階では押そうとはしないですよね。このブランコしない。ここに来た時に最大限に押すじゃないですか、うん、これが共振共鳴なんですよ。ああ、そう、分かりやすい、うん、メトロノームってこうやってあるじゃないですか、うん、あれを今100台ここに並べてきたら、全部バラバラにスタートさせてもいずれどっかで全部揃うんですよ。そうなんですね。これ共振共鳴 YouTube ですぐに確認できますけど。へー、あー、なんか TikTok とかで最近見たことあるな。こんなのがこうやってあって、うん、ピトーッと一緒に。そうなんですよ。なので、まあ、一緒に近いところにいたら自然と共振共鳴しやすいので、どんどん仲良くなったりとか。そうなんですよ。ダンシングベイビーとか全部揃ってるじゃないですか、お店屋さんで並んでる時、うんうん、あれも最初はスタート別々なんですけど、だんだん揃ってくるんですよ。面白い。そうなんですよ。まあ、これがね、ちょっと都市伝説のミステリーの世界で、どうですかね、今日こういったお話を聞いて。普段ね、あまり聞くことはないと思うんですけど。面白い。面白い。本当ですか。引き込まれる。引き込まれる。これはチャンネル登録するんじゃないですか。ねえ、ぜひぜひ。もしかすると嬉しいですね。そしたら、ね、もっと見たくなる。最初の心霊の話はちょっと行こうかな。あれ、ちょっとゲスト間違えたかもしれない。なんていうの。言わないでください。あれ、あれだった。必要だ。なんでこの言葉が浮かぶか分かんないけど、お金を返してほしい。どういうシステムか分かんないけど。ちょっと早友さん、今日こんなことみんな面白かったって言ってますよ。ねえ、なんか別に払ったわけじゃないのに、あの部分だけお金返してほしい。ちょっとごめんなさい、これから二人三脚で来てきて。女性と。マジか。どうですかね、いろんな YouTuber とコラボして、なんかありました、今までのイメージと実際の違いっていうか。 YouTube 見るんですか。確かに、そもそも。そもそも。あと趣味のものは見るかな。ああ、ピンポイントに、うん、ワインとか。ワインとかね、趣味のもの、スポーツとかね、うん、僕はね、あんまり見ないけど、だからその2025年のとかは、はい、でもさ、皆さんさ、ナオキマンさんもそういうのもやってるの。やってますよ。いや、もう自分で言えばあれですけど、一昨日ぐらいにアップして、もう1日で100万再生いきましたよ。すぐ見る。2025年、今日見る。で、本当に見てほしい。2025年全部なの。もう入ったら。いや、2025年の7月5日です。
見よう。いや、ありがとうございます、今日、本当に。ありがとうございました。また何かありましたら、本当よろしくお願いします。ね、また呼んでください。遊びに行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。